はい、皆さんこんばんは。どうも、ちょっと遅れてしまいましたが、今日もですね、ライブ動画の方発信していきたいと思います。私ですね、金丸釣具店の店長をしておりまして、釣り具、釣り餌、ルアーですね、で釣り竿のレンタルですとか、釣りの大会ですね、あとは執筆ですね、茨城新聞の釣り面の方を担当したりとかしてます。で釣りコンシェルジュという形で活動しております。はい、今日はですね、どんなことをお話しするかということなんですが、今回はですね、釣りのことを、前回からお話したんですが、今回はこちらのですね、今日のお話は宮田先生から教えていただいた、経営者に必要な青い熊とはということなんですが、まずですね、今日は宮田先生っていう方がこちらのですね、茨城よろず支援拠点というですね、国のこちらの方の機関ですね、こういうふうな形の宮田先生がこう前にいらっしゃいますが、こちらのですね、よろず茨城よろず支援拠点といいますのが、こちらにパンフレットがありますが、中小企業のですね、委託された中小企業希望事業者のワンストップ総合支援事業ということで、よろず支援拠点として、平成26年度に茨城中小企業の振興社内にですね、茨城よろず支援拠点というのを設置されましたよということで、こういう形のね、無料でね、こういう創業したいよとかね、あとは販路拡大したいよとかね、事業継承考えたいとかね、マーケティングをしたいとかね、そちらの方のご相談をね、国の方から委託されて、アドバイスの方ねされているということで、宮田佐藤先生ですねに、今日はですね、お話を伺うことがありまして、その中で、青い熊というふうなこうですね、経営者に必要なことですよね、こちらの方をお伝えしたの、お伝えいただいたので、こちらの方のライブ動画でシェアしたいなと思います。はい、ということなんですけども、はい、早速またこちらのね、青い熊ということで、始めるんですが、こちらのね、青い熊って何かなってね、皆さんも少し考えていただきたいなと思うんですが、こちらですね、こちらが青い熊と、青い悪魔ですね、失礼しました、青い悪魔というふうなことで、ここで少し標語みたいな形で、6個ですねにあります。この、青い悪魔っていうのは住友の、元頭取の方がですね、言われたことに、宮田先生の方で青を加えた方がいいんじゃないかっていうふうなお話がありまして、今回はすごいなと僕もすごい思ったので、経営者に、特に必要な、僕はなんかすごく、その家族関係とか、お客さんに対してもなんかすごく当てはまることだなと思いましたので、こちらをですね、皆さんに今シェアしたいなと思いました。ここあとかね、結構もしかしたらすぐに分かるかもしれませんが、どうでしょうか、なんかね、そういうふうなのが分かった方とかね、コメントもしくはね、超いいねとか、いいねとかね、押していただけると、すごく僕自身もこう、双方向のね、ライブ動画ってあるので、やり取りがしやすいなっていう風な形で、見てますとかね、そういう風なのを言っていただけますと、とても嬉しいです。はい、というところなんですが、いかがでしょうか。どうでしょうか、見てる方いらっしゃいますかね。ちょっとあんまりいないかな、2人ということなんですが、じゃあちょっと時間も時間なんで、ちょっとどんどん進めたいと思います。こちらですね、アーカイブで、もう後で見れますので、そちらの方でもちょっと確認していただければなと思います。で、こちらをですね、ちょっともうオープンしちゃいますが、ちょっと今日いっぱい書きすぎて見づらいかもしれませんが、こちらのですね、ありがとうですね、あはありがとうで、おは怒らないですね、いは威張らない、あは焦らない、くは腐らない、まは負けずにやればうまくいくというふうなところで、すごくやっぱり、僕も今今釣り具の、店長として働いてるんですが、やっぱりそのうまくいくときとうまくいかないときっていうのはやっぱ日々あるんですよね。はい、
でその中でやっぱりこう感謝をやっぱり大事にするっていうことが大事だよねっていう風な話を宮田先生からまあお話がありまして、やっぱりこう感謝ってやっぱりまあその両親への感謝だったりとか、奥さんへの感謝だったりとか、お客さんへの感謝だったりとか、まあ、仲間への感謝いろいろあると思うんですけども、まず感謝をすることでお客さんの、まあ、心を開いてもらったりとか、やっぱりこう、まあ、人は鏡って言いますけども、自分自身がそういう形で感謝の気持ちを伝えることによってお客さん自身も、まあ、自分自身が一生懸命商売としてお客様のためにやっていくというふうなのをやっぱり考えるっていうことがやっぱ大事ですよねっていう話がありました。で、その中でやっぱりその怒らないってことですよね。やっぱ何かしらのことがうまくいかなくてもやっぱり怒らないっていうふうなところっていうのがやっぱりあるので、できるだけそういった部分を意識した行動を取っていくっていうところですよね。でやっぱりここで怒ってしまうとスタッフ関係っていうのもやっぱり良くなかったりとか、あとは威張らないっていうのもすごくいいなと思ったのは、やっぱりこうある程度社長とかになっちゃうとこう自分の言うことを聞きなさいとかっていう風な話でやっぱり済ませてしまうところがあると思うんですけども、そこの部分もやっぱりそのスタッフ自身が働きやすい環境にあるのかっていうのもやっぱ踏まえた上で気を使ったりとか挨拶をしたりとかっていうのもやっぱり必要なのかなって思いました。でやはり何か結果が出ない時っていうのは焦ってしまうっていうのがあると思うんですが、やっぱそういった部分の焦らないっていうところがやっぱり大事だよねっていうふうなのがありました。で、焦らないって言っても絶対焦るよねっていう話をやっぱしてて、でやっぱりそれはどうしたらいいかっていうと、やっぱりそこの部分ってやっぱある程度その一生懸命やってくれば誰かがやっぱり見ててくれたりとかっていうチャンスがありますとっていうところで、まあ、どうしようもいかないところっていうのはやっぱり他力本願っていう風なところがあって、他力本願っていうのはどういうことかっていうと、結果的にその、まあ、全部任せるっていうわけではなくてですね、やっぱり自分自身がいろんなことをやることによって、あとはもう天が見てくれてるというか、それだけやっぱり自分がやれることを精一杯やるっていう風なところで、で相手は見てくれてますよっていう風なことをおっしゃってました。で、腐らないってことですね。なんかやっぱそういう風なことがうまくいかなくても腐らないっていうところ、まあ、そういった部分を、まあ、話せる環境があるっていう風なのがすごく大事ですっていう風なお話もされてましたし、やっぱりそういう風な、まあ、愚痴っていうのはあんま良くないですけど、こういう風なことがうまくいかなかったんだけどどうしたらいいかなっていう相談相手がいるっていうのもやっぱ大事ですし、まあ、そういう風な関係性を持つ、まあ、お友達であるとか経営者仲間を作るってことがすごく大事ですよねっていう話がありました。そして負けずにやればっていう、まあ、こことここ一緒のような気がするんですけども、やっぱりこう好きなことだとやっぱいろいろ続けていったりとかできるっていうのもあると思うんですけど、ただやっぱりその仕事ってやっぱり生きるために働くにはならないっていうところもあると思うので、そこの部分で仕事の上で自分自身がどういうふうなことをやってればいいかなっていうのを見つけるっていうふうに、まあ、好きっていうところとやっぱりやりがいを持ってるかっていうところを仕事の中でも見つけていくっていうのが大事なのかなっていうふうなところで、まあ、もちろん、これをやってれば必ずうまくいくかっていうとそうでもないのかもしれませんが、やっぱりある程度自分自身がどういうふうなことを持つっていうふうなところがすごく大事なのかなっていうふうなのをこの標語を見るたびに、まあ、思い出させるように、ちょっと今回僕の、まあですね、気づきというかこれをやっぱりもう一回忘れないためにもこういう形で撮って、まあやらないとなっていう意味も込めてこちらのライブ動画の方で、発信させていただいております。でこれ、おい悪魔ということで、これ自分の中に悪魔がやっぱりあるっていうところも気づいてほしいっていうところもあるみたいで、そういった部分で、あ、今こういう風になってんな、おい悪魔っていう風なところっていう部分で、まあ、反省だったりとか感謝っていうのもやっぱりある程度自分自身を戒めるというか、まあ、それをこう口塞ぐことによってこれ自身を忘れてないかっていう風な心構えであったりとか振り返ることができるっていう意味においても、まあ、こういった標語があると、まあ、気づきやすいっていう風なところでいいのかなと思いました。で、すごく深いなと思ったのがこの青い悪魔っていうところって、うまくいかない経営者の方ってどういう風な人が多いですかって宮田先生にお話したんですが、やっぱりそのこういう風な逆に言っちゃってる、まあ、逆って書いてあるのはこの意味なんですが、逆に言っちゃってる、まあ、経営者がやっぱり やばいっていう風な話をしていて、やっぱりこの、まあ、なんかうまくいかなくて負けてしまってるっていう風な、まあ、メンタル面においても、
まあなんかうまくいかないからやりたくないなっていう風な人もそうですし、あとやっぱその意味でも腐っちゃうんですよね、うん、なんかやってもしょうがないやって言って行動しないっていう風なところになっちゃって、じゃあ行動しないから結果的に何もうまくいかなくてどうしようどうしようって焦っちゃうという風なところで、そうすると威張り散らしちゃって周りの仲間とかそういう人のがいなくなっちゃうよねっていう風なところがあって、でそういった部分でやっぱり怒ってしまうとやっぱり仲間は外れてしまうという風のがあるので、やっぱりその感謝っていうのが大事だよねっていう風なところをお話をしてて、やっぱ僕自身もやっぱこういう風なのができていないので、すごく戒めとしてこちらの方の、まあ、感謝から始まって、その怒らない、まあ、怒らないというか、そのどういう風な形で、まあ、怒りって怒りってあると思うんですけど、どういう風な感じをしたらこういう風に解釈できるかなっていう風な部分で、なんか少しこうチャレンジするっていうのもすごく大事なのかなって思いました。はい、で、まあ、今回はですね、ちょっと、まあ、いつもは釣りの動画というか、まあ、やる動画だったんですけども、僕自身もやっぱりいろいろこういった部分の系とか今学んでいるので、こういった部分っていうのもちょっとシェアしながら、ライブ動画っていうのを、まあ、続けていければなと思いました。はい、なんかコメントとかありますかね。コメントがあれば、はい、はい、特にコメントはまだないみたいなんですが、そろそろ時間もあれなのでちょっと終わりにしたいと思います。こちらはね、ちょっと、まあ、ゴーちゃんもね、まあ、こちらの名前はちょっとまだ決まってないですが、一応なんか福君ではないですけど、まあ、これはフクロウなんで福ちゃんとか、なんかそういうなんか縁起物があるようなところで、決めていきたいなと思います。はい、そうですね、まあ、ちょっと何分かちょっと経ったんですけども、あと何か今日はですねこのぐらいにしていきたいと思います。それではまた。